今日はねみんな車中泊しませんかってことで、キャンプ場に来てるんですが、3人全員車中泊ということになってます。これが僕の車なんですけども、まあまあそんな大したものは乗ってないですね。ベッドがありまして、そうか、見たことない人もいるかもしれない。これはですね伸縮式のベッドになってまして、普段はね半分になってるんですが、伸ばすことによってこんな感じで2人も寝れるようになってます。そしてですねダウンの寝袋があって、その中に電気毛布で、あとは荷物がちょろちょろっとあるぐらいかな。まあね、いつものことであまり整理できてなくて申し訳ないんですが、こんな感じで寝床を作ってます。もうこっちで飲んだらこっちに入るという感じですね。さあ、それでこっちが寝床第2号、澤田さんの寝床でございます。さすがにめっちゃ整理されてますね。これ扇風機はなんかつけっぱなんですか？いや、あのもう下ろすの忘れちゃうだっけ。ああ、換気してるとかそういうことじゃなく、下ろすの忘れちゃう。なるほど。下ろそう下ろそうと思ってそのまんまなんだかんだであれっすよね、この2人で寝れるこのフルフラットでこうなんていうんですか、広い状態が一番寝やすいは寝やすいですよね。そしてこれが何でしたっけ、このベッドキットの名前なんかありましたよね、メーカーというか。 MGR カスタム、カスタム MGR カスタムズさんのやつ。あ、これ前言ってたモンベルの架線のやつですか。そう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 、これがね袋って、これどれぐらいの大きさなんですか。袋このぐらい、こんなもん。あー、でもちっちゃいですねやっぱ。これがね、これがリミット値か、普通はマイナス3度まで、ははは、で 最低がマイナス9度まで。あ、マイナス…えこれがバローバック、バローバック、バローバックのマイナス9度までいけるやつ。うん、そう、このシャープ1っていう、ゼロってのがあるんだけど、あれはもっとあったかいね。架線だと、なんかこうマイナスには対応できないのかなって感じがしますけど、そういうことでもないってことですね。ここモンベルのやつは大丈夫、十分で、これ伸び伸びじゃけ、この伸びるけ、なるほど、寝苦しいっていうことはまずないね。なるほどね、うん、あ、でもちっちゃいな。これスーパースパイラルストレッチシステム、システム、うん、あの冬はだからこれで寝てるってことですもんね。これで寝よ、十分。この中になんかあれですか、豆タン、豆タン、いや入れて寝るけど暑くてそのすぐ出す。なるほど、それぐらいあったかいと。あ、でもダウンの方があったかいけどね。俺ね、でも俺が持ってるダウンが、うん、多分マイナス何度ぐらいまでなんですよ。このマイナス9度とかまで絶対対応できないんですよね。だから電気毛布入れて、まあ、寝れる。あ、寝れるは寝れるんですけど、なんかちょっとやっぱ寒いなって感じがしちゃうんですよね。背中が寒いよね、ちょっと。あ、そうですね、うん、でキャンプ始めた頃は全然そんなことなかったんですよ。寝れたんですよ。だけどなんかずっとやっていくとなぜか寝れなくなってくるんですよねやっぱ寒いなとか思い始めるそう、贅沢になってくる。そっか、でもちっちゃくなるもんですね。ちっちゃくなる。出た、ナンガ。ナンガも小さいよ。ナンガ600の。これあれかいね、ダウンかいね。ダウンの600の。防水っていうのがね。あ、そう、ナンガはね、あ、これが防水なんで、登山用じゃからね。なるほど。登山なんだけど、うん、やっぱこう濡れる。これが一応防水になってるから。防水っすか。うん、地味に蓄光だったりとかね。ああ、あのここみたいに湿気が多いところとかだとやっぱ防水の方がいいっすよね。テントから立ってくるで。ああ、バイク乗ってる人が多い。多いね、これナンガ。ナンガ、へえ。あの外ではベンチで寝たりとかする系。あ、なるほど、濡れてても関係ないと。まだ1回も使ったことないシルクのシーツ。ああ、中に入れるのいらんよね。俺も持っちゃるけどいいな、使ったことないっちゃね。シルクあったかいけどね、シルク。ああ、なるほど、これ荷物をどけてってことですね。まだ、うん、荷物をどけて下だけもうサンマレストに。なるほど、投げとこうかなって思われる。うわ、取ったら取ったか、容赦ねえよ容赦ねえよ、ただ来てこれファスナー選べれるけどね、右左ん反対側買ったらいいよ、うん。ああ、これ右と左の開け口選べれるんよ。ははははは、
これ今向こう側だけ、これをこっちに持ってこんと、あ、起きた時に。俺左派なんですよね、どっちかっつうと。左、左か。なんかこっち側の方が開けやすいっつうか。あ、これちなみにこの下にあのサーマレストがなんか引いてるってことですよね。これ引いてる。ああなるほど。なるほど。あ、ちょっと枕っぽくなってるってことですね、これ。そうそう、ちょっとこれ全部できるんだけど、ちょっと上げられるように。なるほど。いや、このまま寝たら痛いんよ、でも。やっぱ痛い。ああ、さすがに、うん。あの、押さえたら床。ああ、そうか。板のところまで来る。ね、ああ。最初は寝れるんよ。酔っ払ってるけ。後で、後で。いや、痛とか。翌日とか。夜中に目が覚めて痛とか。なるほど。俺もでもこんなん買ったんですけど、やっぱあったら違いますよね。いや、これはあった方がいい。ねえ。あの、膨らまやすやつ持ってたじゃん。あれで十分よ。ん？あの、エア足で踏んだやつ。ああ、俺あの自転車キャンプしようと思ってるじゃないですか。で、もし万が一破れたら嫌だなと思って一応買ったんですよ、こういうやつ。エアーのやつはね、小さくできる。ああ、インフレーターで自分で広がるやつはやっぱりある程度かさばる。かさばりますよね。で、これが一番かさばる。そう、これ一番かさばる。でも軽さとかはいいしってことですよね。で、自転車ではこれ多分かさばって邪魔で邪魔でしょうがないと思う。ああ、車中泊はいいけど空気抵抗になるし、寝ちゃうじゃん。あ、まあまあそうですね。ただ濡れてもこの辺は心配ないからね。ああ、でもやっぱ人によってあれっすね、全然違うもんですね。周りが違うけど、こんな期間で便利だけどね。あの、ここが大事ってポイントが多分全然違いますもんね。え、ヤマト買ったんですか。ヤマトそういえば買ったんじゃって、なんかさらっと今言って映えがいいだろ、こういうのは。まあまあ確かにこれは映えますね。ここ広げてちょっと、ええよ。まあ、ちなみにどこのやつですか。これはシーテーサミットってやつ。シーテーサミットってどこのメーカーっていうメーカー。日本じゃないんだよ。海外になるんかな。オーストラリアの製品で比較が中国をで作られてるっていう感じだったと。これ入っちゃるやつで、こういうの買えんよ、こういうの。あー、でも今結構いやそこそこで、まあ、これよりはこれよりは、うん、あー、やだ。だからこれ、あ、枕にできる。枕はこっち。あ、なんで。あー、空気すげえ。これか、こっちにして、これをそれで入れるようになってるじゃん。ここ、あの、島ちゃんが足で踏んじゃったやつ、はい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 、あれと同じような感じ。へー、すごい発想だね、それ。なんかこれが防水のスタックバッグになるって。あー、これもだから袋になるから、着替えやなんか入れて。なるほど。最近山屋さんのやつとかこういうのが多いみたい。あの、しっかり口でやらんでも。そう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 。なるほどね。で、これが吸気バルブが一方通行だから、今みたいにこうやっても抜けることがないから、何回かこうやったら、でやったら、で外しても、口でやるやつだったら。マウスマウス、湿気も入るし。で、これも嬉しそうな顔で言うたったみたいな。言うたった、今言うたった。で、こう、動かんように。あ、そういうこと。すげえ。セットになってて、セットっていうか別。これな、別前な。別。うん。で、こいつが7000ぐらい。3000と4000とかあんなぐらい。あ、1万ぐらいだけ、全部で1万倍になる。これとこれが一緒の値段。ああ、なるほど。ちょうど倍になる。1万4000ぐらい。あ、これは別な。これも別。これが3000ぐらい。ああ、そういうこと。で、枕も今みたいにこれ、これが3000か4000ぐらいするんだけど。じゃあ、もともとはこの袋だけってことか。ああ、なるほど。じゃあちっちゃいっすね、うん。だからこれもレギュラーとか厚みもなんか何種類か。このタイプで7000とかってかなり安い。で、あと外すときは一気にできるから、そこそこ早く。で、あとひっくり返したら抜いていくときに戻らんのですよ。この手は空気抜いていくときにまた入っていってしまうんだけど。なるほど。で、抜いたら、一回抜いたらもう逆締めで止まるから、締めていくのも楽っていうのもっていうのがおすすめ。へえ。思わず買ってしまったっていう。こういう寝袋は
ほんとに ここぐらいしかあかんけ、あったかい。まあ、登山用やけね。うん。やっぱモンベル行こう、今度。モンベル。モンベルはネット通販が、アマゾンではあんまり売ってないから、モンベルのネット通販で。ああ。アウトレットがたまにあるけど、あれを狙って買った方がいいの。ドキドキで。でもこのバローバックとかは安くなるんじゃない？ない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 。あ、明日帰りでも行ってみようかな、モンベル。何してこっちで寝るの？いやよ、男二人でこんな方で寝る。あ、いや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 、明日帰りにモンベル行ってみようかなって。あ、いや、こん中で男二人寝るの嫌でしょ。言うかって言うけん。いや、男二人はちょっと勘弁しよう。しかも飲んだ後にね、うん、飲んだ後にくっさーっていう、くっさいし、そう、あ、膨らますのはね、酒飲む前にやった方がね、アルコール臭くなるけ。あと血中のあれが上がりそうですもんね。上がるね。上がる。あ、そろそろやりますか。お腹すいた。